こんにちは、岩田敦です。今日はですね、ちょっとですね、お願いというか新しいですね、制度をこう導入させていただくということで、皆様にお願いを申し上げたいと思います。それは、私もあまりよく知らなかったんですけれども、 YouTube には、このメンバーシップという制度がございまして、でこの、月にですね、いくらかずつですね、サポートいただくと、この動画をですね、続けていくに際して、ご支援を賜れるというシステムがあるということを聞いてですね、これをぜひ、このやってみようというふうに思いました。3つですね、作りました。でサポーター、マスター、グランドマスターということで、これそれぞれ、あるんですけれども、まずですね、その前に、確認しなくてはいけないのは、私がこの動画岩田敦チャンネルというのを作っているのは、何もですね、その金銭的に、この収益を得ることを第一の目的としているわけではなくて、やはりですね、テレビや新聞がしっかりと伝えていない情報や、あるいはですね、政治、哲学のものの見方とかですね、外交の例えば中国や北朝鮮の、背景にある思想とは何かとか、アメリカ大統領選の本質は何だとか、そういったですね、テレビやマスコミで、言わないですね、ことをきちんと国民にお訴えしたいというところが第一にあります。ですから今後ですね、このシステムを導入したからといって、その何もですね、そのこの、このメンバーシップに参加していない方に不利益があるかといったら、不利益は全くないということをまず申し上げておきたいと思います。ですからこれはですね、あくまでお志をいただくと、この番組、頑張って続けろよという意味で、このシステムを導入させていただきました。でまあ、ただですね、ある程度高額のご支援を賜れる方に関して言うならば、月に、1本以上ですね、1本か、講演をやると、あるいは、どこかで、私今ですね、本当にちょっとこの中国発のこの流行り病のせいで講演会がこう滞ってしまってるんですけれども、大体私はですね、この病さえなければ月に何回か講演してるんですよ。でその講演の模様を無料でこう配信、もちろん相手のご許可いただいた上でですけどね、をできたらなというふうに考えております。でさらにですね、このグランドマスターという方々においてはですね、まあできればですね、まあ、実際にお会いして、でお食事会とかですね、そういったものを開く形で、まあ、御礼申し上げたいというふうに思っております。ですから、まあ、この全くですね、この金銭的にね、その自分も見るだけでいいんだと、これはもう全く結構な話でございまして、見ていただけるだけでありがたい。でその見ていただいた内容を、ぜひですね、近くの方に、こう教えてあげていただきたいなというふうに思います。例えば本当の国内の政治のものの見方とかですね、歴史 の, この例えば豊臣秀吉が奴隷解放でですねやっていたとか、まあ、いろんなことあると思いますけれども、学校やテレビで教えないことで、そういったことをですね、周りの方にこうちょっとした時にですねお話しいただくだけでも私はありがたいというふうに思ってますし、日本はそれでですね、少しでも日本人としての誇りを取り戻せるということになれば、私はこれがまず第一に喜ばしいことだというふうに思っております。でこの番組を続けていくに際してですね、本当にまあ、いろいろ機材を買ったりですね、まあ、コンピューターもですね結構壊れたりですね、マイクを買ったりですね、まあ、そういった細々としたものがですね、結構お金かかってきますので、そういったものにですねご支援を賜られる方は、ぜひですねこのメンバーシップに入っていただいて、でこの番組の継続をですね共に、まあ、支えていただけたらなという趣旨でございます。ぜひですね、この経済的に余裕のある方はですね、ご支援のほどをですねこういう形で、していただけたら大変ありがたいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。